4月18日、月曜日の山陽新聞ニュースです。倉敷市のアパート駐車場で、行方がわからなくなっていた西ヘ蛇の一種、ボールパイソンが18日夕方、飼い主の車の中から見つかりました。水島署によりますと、飼い主が自分の車を発進させようとしたところ、助手席のグローブボックス周辺の部品が浮き上がっていることに気づき、 覗き込んで発見したということです。岡山県は世界的な課題となっている地球温暖化に対応するため地域の気候変動に関する情報収集や発信の拠点となる気候変動適用センターを県庁内に開設しました。集めた情報を踏まえ防災や農業などの分野で被害軽減に向けた対策を進めます。 真庭市勝山にある午前酒の蔵元、辻本店が同じ真庭市内にある大正の鶴の蔵元、落ち酒造場の仕込み水で作った新酒が完成しました。両社が所属する真庭発行図による共同醸造プロジェクトの一環です。岡山県産の大町を100%使用していて、21日から発売されます。続いて、 天気予報です。4月19日は、岡山県南部、北部ともに晴れ、時々、曇りでしょう。岡山県南部の最低気温は9度、最高気温は24度でしょう。岡山県北部の最低気温は6度、最高気温は25度でしょう。降水確率は、岡山県南部、北部ともに、午前0%、午後10%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。